はい、続き、なんかちょっと時間が、時が空いてしまったが、多分あとパート2つくらいでクリアだと思うんで、もう3年生、最終学年ですよ。なんか久々に聞いた気がするな。よし。あ？ 急にデスク入れ替えを要求された。最初から入れといてくれ。どういう仕組みになってんだろうな、これ。仕組みがよくわかんねえから、なんとも言えねえよ。まあ、目標としてはね、クリスマスの前くらいまではやっときたいんだよな。そっからもう、卒業式までもう、ワンパート、結構かかると思うんだよね。エンディング入るから。そこまでやっておいて、もうラストパートはもうエンディングとイベントのみみたいな感じにしたいよね。持っていきたいよね、そういうふうに。だからまあ11月だな。11月、12月くらい、12月の頭くらいまでちょっと目標にやっていこう。お とっさに避けるなんてやらねえ、みゆき。何を避けた一回で十分なんですけど、人類は。おかしい。これは、寿さんが控えてるとしたら、お前も何か影響を受けてるやん、これ。大丈夫？あにゃー、大丈夫、大丈夫。とりあえず持ってるみたい。いや、褒めるんじゃなかった。そういう問題じゃねえよ。なんかストレス溜まってんな。なんか知らんけど。どうせあれだろう。光にデート断られたからでしょ。しんど。つら。で、一応多分ね、前のどっかのパートで言ってると思うんだけど、雑学と容姿が150ずつないと、どんだけ条件満たしてもダメなんだよね。まあ、条件満たしてもしょ。謎の音が鳴った。何の話したっけ俺。そう、150ずつないとダメなんだよ。なんでちょっと容姿と雑学の方は150以上キープという感じでいきたい。まあもうこの時点でこれだけあればよほど下手を打たなければこれを下回るってことはないだろうから、まあそれは大丈夫。まああとは光爆弾が爆発しないようにだけ気をつけないとダメだね。なんすか。見に行ってくんないかなっていう言い方いいね。くれないかなじゃないんだね。喜んで。もうこっちから誘わなくてももう余裕っていう。ところで今映画何やってんの？寿さんから誘ってくるっていうことは、好きな映画を見に行くんじゃないかと思うんだけど、わかんないけど。ごめん、待たせちゃったかな。本当は結構待った気がするな。お前もたまにはもうちょい早く来い。もう相手が早めに来るようになったらもうそのままですか。丸ハゲド。面白い映画だといいね。丸ハゲド。よーし、丸ハゲド、小僧さんどうだろう。なんか髪の毛の毛量的に丸ハゲにはあまり興味がなさそうだけど。丸ハゲってよう言わんよな、興味。丸ハゲドンは地球にゲットする巨大な隕石を結晶角度で破壊しようとする男たちの、ま、あ、男たちの生き様を描いたす、せ、ははは
全然言えない。言わないが最高だったね。言わないがわわだったね。言わないがつまらなかったね。じゃあもう最高で。うん、もう最高。いいね。妖精が見るならやっぱスカッとしなくちゃね。ちなみに何だったっけこれ、バルハゲドンの元ネタってアルマゲドンだっけ？ねえねえねえ、あれはね見に行ったっていうか。なんか学校の行事みたいので、高校の時に見に行ったわ。厚生年金会会に、もう今はなき厚生年金会会に見に行ったんだけどさ、もう始まって30分ぐらいでもう全部寝てた。何も覚えてない。一切の記憶を消失している。だから面白いのか面白くないのかもうよくわからない。ただただ眠かった。まあ要は、まあ映画あんま興味ないんだ。ないっていうか今でもそれほど興味ないんだけど、まあ、特に興味がなかったから、まあ、多分その映画館だから寝れるやろっていう判断で前の日にこう夜中中ずっとゲームをするっていうムーブをして、でこう寝ましょうっていう、そういう感じだったと思う。と言いましょうか。でね、俺覚えてんのがね、確かね、そのマラゲドンじゃねえ、アルマゲドンの時だったかね、その前の年だったかね、ちょうどあれだったんだよ、あのポケモンショックのさ、時でさ、なんかね、何人かが新聞持ってきててさ、いやーこんなんあったで、みたいな感じで、マジでつって、ピカチュウ子供を襲うっていう、こう見出しだけは、めっちゃ覚えてんだよね。なんだその見出しって。いやー、ピカチュウが襲ったわけじゃねえだろ。あ、この日はじゃあ本当にマジでいないんだな。そんなことあるの？どうしようかな。光一回デート誘っておきてんだよな。あ、断られてでも、まあ、たまに誘っときゃ、まあ爆弾爆発することはねえしょっつうぐらいの感じで。電話来そうな気がしてたんだ。ほんまかいな。プリンしよう。わかりやすい。ごめんね。その日は約束があって。バイバーイ。よし。いやー、ひどいもんだよな、ほんと。ピカチュウ、子供を襲うって。バカじゃねえのって思ったよ。なんでコトブキさんの髪は俺から見て右側に流れてるんだろう、よくわからん。振り向いた瞬間とかなのかな。だとしたら後ろの髪には針金が入ってる。この髪めっちゃ可愛いけどね。季節外れのプールは空いてそうだね。そんなことないよ。水泳は体にいいからって年中泳いでる人意外に多いよ。年中泳いでる。そっか、ふやけてそう。コトブキさん別にそんな太ってないでしょ。この水着どうかな。はい、かわいい。はい、かわいい。最近の流行なのそれって。すごくかわいいよ、みゆき。なんか変だね。最近の流行なのがいいのかな。最近の流行なの。へへへ、みゆきのオリジナルコーディネート、すごいでしょ。割といい印象を与えたみたいですよ。普通に褒めときゃよかったかな、これは。まあいいわ。しかし、まあかわいいけど、なんかすげえ水着だな。ちょっと下の方どうなってんのか見れないから何とも言えない。楽しかった、みゆき。よし、いや調子いいですね。ビリヤード、あー、ボーリングはダメだけど、ちょっとビリヤード行きたいね。うん、ビリヤード行きたいね。まあ、ちょっと来月あたりちょっとビリヤード。
ビリヤードちょっと差しないましょうか。弓道、弓道じゃねえ、道弓だっけ、確か和名がそんなんだった気がする。今日疲れた。あ、みゆきだ。普通に待ち合わせして一緒に帰るよ、毎日。偶然会わないと帰らないの。というシステムのニュアンクスをつけて。それはナイス、一緒に帰りたいなって思ってたんだよ。じゃあ誘えや、お互い。どんな距離感なのこいつら。今週はバッチリだったな。バッチリでした。すごいよ、向かうところ敵なしって。やったぜやったぜ。これでステータス的には多分ほぼ問題ないないはず。あとはまあ部活をまめにやって、まあ、大会で優勝できるような感じに持っていきたい。なんかあったかな、優勝とかするといいことあったかな。あのなんか不自然になんか足がおかしい、あの机のところにかかってるあの何あれあれハチマキか、もしかして。なんでハチマキがかかってるのあれ。雨か。あれいつからだったっけ。まだかな、もしかして。まだだとしたらやばいよな。まあいいや、近場しか行ってみよう。大オッケー、すごい大オッケー。あーやっべ、まだだ。なんてこった、まだだった。おのれー、体育祭か。二人三脚でもやろうか、今回は二人三脚で子供さんが来てくれることを祈って。今日は体育祭だ。なんかいい？どこに怪我しとんの？器用な怪我の仕方だ。なんだこれ？何の組み合わせですかこれ？発見！あのさ、今日ね、早起きして右の子はどうしたの？食べるけど。あくびを誘っていいから、十一郎を誘っていいから、なんで誘わなあかんの。誘わないっていう選択肢はないらしいんだよね。あくびを誘ったら、みんな世話なってるし。美味しいからね。あれ、どうしたの。うん、光が一切喋ってないんだよね。怖い。なんなのこれ。じゃあ、兄さんにもやろうぜ。おし、お、いいね。ねえ、次の二人三脚の相手決まってる？決まってない、決まってない、決まってない。じゃあ転んでもよかったらみゆきと組んでくれないかな。喜んで。やったー！喜んで。じゃあ怪我しないように頑張ろうね。喜んでっていう居酒屋に俺入ったことねえんだけど、本当に言うな、都市伝説じゃねえな、嘘松じゃねえな、あれ本当に喜んでっていう。次はパートナーの掛け声に合わせて L1 R1 を交互に押すと走れます。どちらのボタンから始めても OK です。息を合わせないと転んでしまうので気をつける。なるほど、位置についてよーい。よし。
最初だけでした。転んだのは最初だけだったね。いいな、二人三脚とか。こんなもん男女でやることあるんかいな、高校になって。羨ましいわ、二人三脚して、俺今してよ。俺今、ことぶきさんと二人三脚してよ。濃厚接触した。きっとそうだね。この時代でもブルマってなかった気がするんだけどね。だってこれ1999年でしょ。なかったでしょ、多分。という、まあ別にそんなことどうでもいい。どっか用事。うわぁ、さすが。ゴドブキさんの隣にと違うね。この画面の時のさ、ことぶきさんのあの、ことぶきさんの右肩の肩のところに何か入ってるよね、あれ。なんかワニか、ワニの人形か何かが入ってるな、あそこに。なんであそこだけ不正に盛り上がってるの。もうなんかずーっとこの絵を見ることが多いから、なんかだんだん難癖が。何かが入ってる。もしかしたらことぶきさんは岩辺なのかもしれない。右肩だけがいよいよ、わぁ、めっちゃ可愛いなって一瞬思ったんだけど。あ、来た。おーい、おーい。何をつけてるんだろうな。なんかアイスの実みたいのをなんか肩、髪につけてるけど。首に巻いてるの、それ何？黄色のなんか丸い物体が。雨の時のこの傘持ってるポーズがめっちゃ可愛いんだよね。なんとかしてくれるかな。みゆき、ボーリングはあんまり得意じゃないけど。大丈夫。そうだね。前も言ったけど、俺も50点以上出ないから。どう頑張っても50点以上いかないんだよ。なんでだろう。ああ、珍しくまっすぐ転がったのに、スプリットか。右の2本と左の1本、どっち狙ったらいい？左の1本を確実に取ろうよ。難しいけど、右の2本を狙おう。どこ狙っても同じだよ、ミキの場合。いや、悲しいよ。じゃあ難しいとこ行こう。うん、そうだよね。一本でも多く倒さなくちゃってわけですね。まあこんなもんだろ。まあこんなもんでしょ。あんまり好きじゃねえとこに来た割には良かったでしょ。今度はもっと盛り上がろうね。またね。小鳥さんの家ってどこなんだろうな。あ、やべ、体調めっちゃやべえじゃんこれ。特に、小鳥さんの場合は、俺が病気になっても特にイベントないんで、病気になるとイベントが起こるっていう人もいるんだけど、小鳥さんはその限りではないので、特にメリットもないので、病気になる必要はない。テニス頑張ります。響きの高校、対するは第10高校ぐらいか、鬼ヶ島高校。なんだそれ、どんな名前だよ。弱っ。名前負けもいいとこだな。何しに来たんだお前、帰れ。もそうだと思います。休もう。もう一度休もう。さて、夏のイベントといえば海と神社か。縁日か。縁日あったね、そういえば。
ナイトパレード、縁日、海、これ行っときたいね。ちょっと頑張ろうか。何？ああ、ああ、あげといたらじゃあ。ガラスのペンダント、最新ポップス CD、迷彩バンド。ああ、じゃあガラスのペンダント。なんか呼ばれてやな。嬉しい。声データ作って光呼ばれてよ俺。光攻略してや俺。俺普通に光攻略してやわ今。いろいろやりたいんだけどね。いやもう全員やりたくなってきちゃう。こうなったわ。こうなったらもはや。でも一人6パートとか結構な負担だよね。6時間とかでしょ。1週間フルでやったとしても一人攻略できるかできないかぐらいだったからね。あーうんいいよ。部活は部活は勉強は期末テスト始まっちゃうね。その言い方さては自信ないんだねみゆき。やだ当たり前だよみゆきのこと知らないな。さては頑張らなくちゃ。あ平気平気。みゆきの場合頑張った時必ず出てきてたりするから。何それ運は天に任せるんだ。テストの、その運がないから大変なんじゃ。テストの点数は運に左右されねえから。全部マークシートとかなら別だけど。そんなテストないだろ。ご視聴バッチリだったな。多分これが大会だな。そうだね。まず来週確実に晴れだからまずここで海行っておこう。よし。で、大会が近いからちょっと飛ばせよっとくか。いつも雨降ってんな。なんか俺が見た時に限ってっていうかさ、なんかあの時計を見たら4時44分だったみたいな現象みたいなもんでさ、なんか俺がこう集中して部活やってるところを見ると大概雨降ってんだけど、なんで？まあ4時44分現象みたいなもんだろう。まあ、確かに時計をパッと見て、あれ4時44分じゃねえみたいなことは結構多いよ。いいですね。あー来た。いいですね。ごめん、待たせちゃったな。平気平気。今来たとこ。じゃあ行こう行こう。いいな。あー乾いた。潮風が気持ちいいね。ほーっと晴れてよかったね。うん、じゃあ今年の水着はいかがなものでしょうか。あ、それになるのか。そんなはずないよ。学校で習わなかった。生命の起源は海にあるって言うからね。みゆきの場合は本当にあり得るかもね。これどうしたらいいんだろう。多分まあこれはないでしょ。これかこれだと思うんだけど、なんかこれ言ったらなんか難しいこと言いやがってみたいなこと言われそう。みゆきの場合は本当にあり得るかもね。これ言ったらなんか思う。だからみゆきの場合ってどういうことやねみたいなこと言われそうなんだけど、じゃあみゆきの場合は。これって。ほらもうここに来てここに来てボンミスですか。ここに来てボンミスですか。まあしゃあないね。難しいな。なんかやっぱりなんだろうな、序盤の頃って結構なんかひねったでもないけど、単純に
いいねとか可愛いねみたいなのがあんまり通用しなかったけど、まあ、終盤っていうか好感度上がった後はもう褒めまくりだね。それでなんかいいような気がしてきた。じゃあ頑張って神社行くか。いやーでも神社行きたくねえなこれさ。また肩抜きとかしくじったら、肩抜きとかしくじったらさ、俺もたれじゃん、好感度下がるじゃん。あれ神社は、あれ神社ないんだけど。神社ないんだけど、え嘘、1、2、あーここか。浴衣見たいしね。まあ、あの花火大会で見れると思うんだけどね。部活練習、ちょっと休んどこう。大会前に、大会前に風とかいたらシャリなんねえか。もうちょっと頑張らないと。出た0点。なんか文系の、文系の先生に嫌われてんじゃねえのかっていうような配分だな。今日から夏休みだ。ナイトパレードはいつだったっけ。8月中か、来月ね。あー晴れの日狙いたいから来月でいいと思う、これ選択するのは。というわけで雑学あたりもちょっと置いとこうか。なんでお前やねん。ちょいちょい出てくるなお前、なんで。肩抜きやるわ俺。ご期待の、皆さんご期待の肩抜きをやるわ。お待たせ。おお、なんかすごい、あのガキ爪みたいの、カギ爪みたいのをなんか頭につけてきた。あれは毒属性だ、毒派生のカギ爪だな。緑色の浴衣ってすげえよ。よう見ないよ。どうかしたの、じっとこっち見ちゃって。いやすごく可愛い浴衣だなって思って、浴衣姿の見てすごく可愛いなと思って、変わった柄の浴衣だなって思って。この場合はどうなんだろう。じゃあちょっとそっちで行ってみよう。じゃあ小鳥さん本人を褒めるという方向でいきます。そんな風に言われるとみゆきものすごく嬉しいよ。あ、やっぱそうなんだな、分かった分かった。なんか ねえねえねえ、どこへ行ったの、着物とか着てるものを褒めていくような方向性だったけど、好感度上がるとこっちの方がいいんだな。よし、まあなんか亀を救ってくれっていう、どっから声が聞こえるんだけど、どっちがいいかな。亀救ってくれっていうペコラの声が聞こえる、ペコラニの声の人が聞こえてくるんで、いやーちょっと今回はリベンジマッチで、ファイナルリベンジマッチ語る気。お、やるんだ。いらん。じゃあとにかく明るい猫リベンジ。あれ違ったっけ、俺前何やったっけ、ペンギンかなんかにしたんだっけ。これいけんじゃね。ほい、ここなんか、しまったよ。悪いが景品はやれんな、こっちも商売だからな。ダメです、すまんねえ兄ちゃん、また来てくれよ。もうまたこれで若干好感度下がる、つらい。そんな落ち込むことないよ、得て増えてとか時の運ってあるんだよ普通は。めっちゃ慰められてるわ。ついてない。ごめんね、ごめんね、ごどみさん。いやー縁日と相性悪いな俺。相性が悪いとかただ下手なだけなんだけど、まあ、今回ちょっと終わって時間あったら、あのミニゲームのところにちょっとあるかどうか見てみよう。
れが確定してれば誘いたいが、今日は29、来週は雨なのでダメです。もう一個ねイベントがあったと思うんだよね。どうしようかな、最後投げてみとくか、大会だし。いい、何これなんか炎上してる。うわあ、全部もう全部燃えた。全国高等、やっほー、みゆきはダメだったけど、ふうはみゆきが全部引き受けたよ。頑張ってね、日本一になってね。マジでそんなレベルなの。試合開始。響の高校対するは、何これ、ナムコ高校ナムコ高校でいいの、コナミじゃねえんだナムコをボコってやったぞ。1回戦突破だ。これまだ1回戦か、これセガとかじゃねえだろうな。次任天堂とかセガとか出てこねえだろうな。勘弁してくれよ、俺呼ばせないでくれ。そんなのコナミ高校、あ、次はコナミなんだ。コナミか、弱っ、雑魚。2回戦も勝ったぞ。じゃあ、ここでコナミって、じゃあラスボスは何だろう。俺は任天堂高校の気がするんだけど。え、スオニ高校っていうのがある。スオニわかんねえソチかもしれない。ああまだか、次が決勝か次何、順天堂、普通だね、割とぶっちぎりじゃねえか。うぃー、響の高校の勝ち。あー次か長っ長っ、はしょれよそこは。ん、カフコン、カプコンか、カプコンだろこれまさかのラスボスがカプコンよくわかんない、なんかをもじってたのかもしんないな。まあ任天堂だったのかもしんないね、順天堂は。まあそういうことでしょ、おそらく。じゃあ途中に出てきたやつは何だったんだ。やったよ俺、すごいよ、すごい、本当にすげえ。私これから日本一の男に抱かれるのねっていう TL 本のセリフが俺めっちゃ面白くてさあれテニスじゃなかったっけなあれめっちゃ面白かったわいやーなんかセリフ回して難しいよねっていう。いやでもなんか印象に、だから面白いっていうか単に印象に残ったよね。すげえなと思って、すげえセリフだなと思って、だって実際覚えてるしね俺、そのセリフだけ覚えてる。セリフだよそれ、どういう風に覚えてる。いやどんなセリフだよっていうセリフをなんか、ね、言わせてみたいよね。マジっすか、え、なにこれ、え、こないだの記者会見、なんだそれ、なんの捕まったのお前、あ、違った、なんだこれ、テニス部全国大会優勝記者会見、優勝おめでとう隣にいるジジイが血色悪すぎる。さすがにちょっと緊張してたかな、とにかく記者会見での言葉を裏切らないようにこれからも頑張ろう。まあこれでね言っちゃうと部活はもうやらなくていいんだよな、確か、確かね。まああとはステータス上げてのんびりって感じだね。ちょっとカレンダーを見て、あー来週は部活で雨で、でももうダメだな、26にかけて入れるしかないな、これ雨だとしてもしゃあないな。あー、あ
そっか、今日いねえのか。あー、残念。一個ね、観覧車だったかな、観覧車がなんか選んだらなんかイベントが発生するっていう話だったんだよな。まあしゃあないね。賢いやるんだな。でもお前日本一の男やぞ、こっちは。お日本一の男と対戦したやつは誰だ。元気だね。なんてテニス部。三年間後悔して真面目にやって。あそこ、これか。どうしよっかな。まあ、やるか。爆裂さん選んだらもうストレスが爆裂さんだからな。どう、右、真ん中、左。いやー、なんかこれキャプテン翼の PK 思い出すわ。右、真ん中、左。右。お、やりました。一体何が知らせるべきか。いや、しかし。いや、しかし。すごいことになってんな、これ。なんか壁が壊れているね。とりあえず。どういう状況なんで、体がどうなってるのかもわかんないし。一瞬、コトビさんってわかんねえぞ、あれ。で、ちなみにね、これ多分若干好感度下がってると思うんだよね、これで。ちょっと、デート入れた方がいいかもしれない。頑張って。ま、さすがに大丈夫。なんだ？え？新たな力がみなぎる。テニス部奥義。ラケットすっぽ抜けを身につけた。使う機会あるかな。必殺技だね。まあねえ、もう戦う機会がもう多分ないんだよな。不良のイベントも発生してないし、多分ラストで誰かとバトルになるっていうことがないんだよな。花火大会。で、今日は花火大会。急に家に来るんだね。すごいな。こんばんは。いいね。バイバイ。ノリがいいから大好き。大好き、いただきました。綺麗な柄で可愛いね。ちょっと変わった浴衣で、みゆきが着てるからいいんだよ。じゃあこれなんじゃない？はぁ、ありがとう。みゆきが着てるからいいんだよ。こう言われるとさ、照れちゃうよ、みゆき。よう言えんわ、俺。まあまあ、毎年一緒なんですけどね、花火は。去年も行ったような気がするけど。言葉にならない感じだよね。他に何か言い方ってものがないの。俺は見切る喜び方に感激するよ。言葉にならない感激だよね。でいいじゃん。でもみゆきの場合言葉知らないから、割といい印象与えたみたいですよ。あ、一番下でよかったかな。まあ前か、前やろ。どこの花火大会なんだろうな、これ。河川敷はいいんだけど、海じゃねえや、川の水がすごいなんか溢れそうなんだけど。あんなところまで降りてって見るんだね。なんか誰か川に飛び込むバカとかが出てきそうな予感がするんだけど。
回ビリヤード行ってみようか。まあビリヤードは雨でもいいから。文系に関しては諦めてるんだけど、どうでもいい。テストはあと1回か。期末があって終わりだよな。お、ディスク5です。ディスクをチェックしています。懐かしいな、ディスク変えながらやったら。あれ怖いんだよな、ディスク交換すんのって。なんとも特に大丈夫だって分かってるんだけどさ、なんかゲームの途中に一回バコってこうケースを開けるのが結構怖いんだよな。みゆき、早いな、もう来てるぞ。あー、来た。おーい、おーい。じゃお前も分かってるんだったらもうちょい早く来いや。ボーリングとビリヤード、今日はどっちにする？正面の方が可愛いな。いや、なんか俺さ、今日もう午前中いっぱい使って悩んだんだけどさ、正面の顔が全然描けなくてさ。ビリヤードにしよう。え？それも得意じゃねえの？いい？大丈夫、俺はルール知らねえから大丈夫。なんかもう正面顔とかもう顔描く練習ばっかした。え、何？頭のおでこに当たった。どういう打ち方を。すごいね、そんな器用だ、ちょっと初めて見たよ。打ち方が悪いんだね、気をつけなくちゃ。大丈夫？痛くないよ、みゆき。これしかねえだろ、もう。ありがとう。大丈夫だよ。ちょこっと当たっただけで騒いじゃって。ごめんね。ごめんねが可愛い、ということを研究しておく。またケーキかな。またケーキから。あー、バックだ。バック初めてか。マック行ったか。行ったな。これも見たね。このイベントがね、ちょっと特に選択肢とかもないんだよな。3とか4とかからだったかな、このアフターにも選択肢出るようになるのって。進路そうだ。あ、そんなのあるんだ。ちょっと休もうか。今日から新学期だ。今日は進路相談だ。で、進路はどうするつもり？大学進学、就職。あれあれないの？テニス、プロテニスプレイヤーってないの？じゃあ大学進学、三流大学。最終的には本人が決めることだけど。あ、本当？私、マジ？あなたにはもうワンランク上を目指してもらいたいな。へえ。いけない範囲じゃないってことか。なんで新任1年目で3年生の担任なの君。こないだっていうか以前誰かが言及してた気がするけど、どんなブラック学校だよ。あのさ、本当なんでしょうか。小道美樹さんの話したいことをぜひ聞きたい。最近女の子の間で何やら良くない噂が流れてるらしい。はいはいはい、了解しました。じゃあお電話の方差し上げます。まあどこでもいいんだけど、じゃあ車です。おお、初めてじゃねえか、お前。了解忘れちゃダメだよ。もうなんか複数人でやった時通して初めてじゃねえかデート行ってくれるの。もう何気に嬉しいわ俺。まあ多分これで最後だね。おそらくこれでもうなんか爆弾がどうこうっていうのはないはず。本当に光かな。なんか心配になってきたぞ俺。あとで一応匠に電話して確認してみるか。ちょっと早く着いて。なんかそんなことないよ。なんか好感度上がってない。私は来たかったから早く来ただけ。
お金上がってないですから光ってまず怒らない。じゃあ行こうよ。そうなの、嘘でしょそれ。あれは怒ってるって言わねえんだ。今日は何するの。じゃあブティックで。いいよ。私さ、洋服って見てるだけでも飽きないんだ。マジで俺はなんかそれについてはよくわからねえよ。切れりゃええじゃん。男の子でもいるよね、洋服とかたくさん持ってておしゃれな子ってさ。俺のことか。男らしいのが一番だと思うな。それって信じらんないよな。これどれがいいのこれ。俺のことか。君ってそんなにおしゃれだったっけ。容姿180やぞ。まあこんなもんだろ。何が良かったのじゃあ。わからん。今日は楽しかった。また誘ってね。はいはい。あのさ、マジでなんで好感度上がってんの。これで匠とかに寝取られるから怖いんだよな。あの絵怖いんだよな、俺見るの。あ、試合まだあるんだ。やば、俺めっちゃサボってたけど大丈夫かな。魔性学園なんだそれ。あ、でも余裕だわ。あ、やっぱもう奥義が取れるレベルになったらもう余裕なんだな。奥義の条件って何だったかな、あれ。部活経験者だったかな、大会に優勝することだったかな。何これ、落ちる。はあ、フリーフォールか。サッカー、スケート、スキー、スケート、何これ、アオシス。TM レクリエーション。TM レクリエーションはなんとなくわかるんだけどさ、アオシスって何なの。アオシスって何。まさかイオシスじゃねえよな。なわけはない。ちょっと怖いからちょっと一回セーブしとくわ。全然知らねえやつの爆弾とか爆発したらここからやり直す、こっそり。まあ問題ないと思うけどね。じゃあもうちょっと。かすみさんはね、この必要能力値が前も言ったんだけど鬼高くてね。どんなんだったかな、もう一流大学とか普通に行けるぐらいで、しかも運動も根性も容姿も雑学も全部なきゃいけないとか、そんなレベルだった気がする。高望み。理想が高い。まあ理想が高いっていうか、まあ相手は大人の女性だからね。高校生レベルだったらそれぐらいしないと落とせないみたいな。でも俺がっつうかさ、主人公が高3で18歳でしょ。で相手が新卒っつうか1年目だから22か3でしょ。4つ5つぐらいか、違いとしては。あ、全然覚えてねえんだ。そうだ、オチールだ。アオシスってなんだかわかんねえ。 TM レクリエーションはなんとなくいいような気がするんだけど、アオシスが何なのかが全然わからん。何のパクリ、これ。パクリっつうかさ、隠語というか、何なのこれ。アオシスって何、教えてたよ。コメントに書いておいて。アオシスってあれじゃねえみたいな。あれのことだろ、バカじゃねえのみたいなコメントを待ってます。じゃあこっからもうちょっと勉強頑張って二流大学でも目指す。多分なんか推薦かなんか就職かでなんかあると思うんだよね、このテニス力で。
年の文化祭は各クラスで出し物をすることにしたのじゃ。各自何をやりたいか考えるように。放送で言うんですね。以上。誰かがむせている。クラスで出し物ね。じゃ、しばらくの間みんなで自由に話し合ってみてね。かすみさんいつもそのスーツなんだね。どうでもいいけど大丈夫ですよ。コンプアライアンス、コンプライアンス、コンプアライアンス、なんだっけ。大丈夫、コンプラ的に大丈夫。演劇にしない？演劇？一回、ああいうのの脚本とか。お前がか？そう、俺。ああ。よろしくな。考えておくよ。これは確かね、小峠さんがなんか提案してくるんですよ。ひひ、なんかいい？みゆきさん、プラネタリウムなんていいなーって思うんだけど、どうかな。いいんじゃない。どうかな。うん、ちょっと自信が出たぞ。空のメソッドかもしれないこれ。そろそろ意見も出尽くしたかな。何がいいかな。じゃあプラネタリウム。じゃあプラネタリウム。よし、でこっから文化祭の準備をちょっと頑張るという感じでいいんだったかな。やったぜ。ねえよそんなの。あ、ミキ早いな、もう来てるぞ。あー来た。ねえよそんなのとか言っちゃうからダメなんだろう。心の中、口には出さない。駅今来たとこ。いや分かんない、相手によっては出すかもしれない。じゃあ行こう行こう。ねえよそんなの。お客さんには言わない。なんだ来てもワクワクするな。本当楽しみ。あーなんか前なんかしょぼい選択肢を選んだ記憶がある。ねえねえ、ペンギンってなんでわざわざ寒いところにいるのかな。渡り鳥が南を目指しすぎた慣れの果てらしい。暑がりなんだよきっと。ちょうど暇気味だし。寒い海の方が魚はうまいって言うからね。これどうしたらいいの。全然わかんない。それ本当？もうわかんねえよ。ついてない。俺もついてねえよ。ベタにショッピング街とか行っとくか。あー文化祭準備、とりあえず文化祭準備をちょっとしばらく頑張るっていう感じで。ちょっとなんかデート誘うかどうか。11月入ってからなんだよな、なんかあるのが。とりあえず鉄板のカラオケショッピング街あたり。さすがにここまで来てもいきなり好感度が1段階下がるとかってことないと思うんだけど、ちょっと怖いよ。これ何してんの？プラネタリウム作るんだよね。君何してるの？大丈夫？あった！あ、結構なってんな。なんだかんだで。ラッキー、今日は歌い倒すぞ。やっぱ半年くらいなんだな。まあ、俺がごちゃごちゃ喋りながらやってるから。どうかな。みゆきうまく歌えたかな。いやすごい、オリジナル超えたよ。悪くないけど音程がちょっと感じが出てていいんじゃないかな。オリジナル超えたよ。本当？みゆきこの曲ちょっと自信あったんだ。バッチリやりました。ペンギンの時は何を選べばよかったんだろう。ねえねえねえ、どっか寄ってお話しして。今日夜寝れねえわ俺。
ペンギンの時の選択肢何が良かったのかな。考えてごらん、夜も。ここはね、ケーキ何食べても美味しいんで、ちょっと話題の店なんだよ。ケーキ。さあさあ。アンノミラージ。アンナミラージでしょ。アンミラでしょ。多分。ケーキか、食べてないな。さて帰ろうな。待っててよかった。一緒に帰ろう。なぜ。この子しかいないからね。かわいい。え、嘘。え、マジで誰だ。まずい、なんか誰か他のやつの可能性が非常識だ。誰だろう。やば、復活練習じゃん。まあ、1ヶ月くらいは確かほっといても大丈夫なんだよ。まあ、1回お遊びで爆発させてもいいけど、このデータじゃないけど、なんかのデータの時とかにセーブして一回爆発させてもいいけど、どんなことになるのか、どんな恐ろしいことになるのか。じゃあこれセーブ取っておこうか。誰だっていうか、光を誘って爆弾がついたから、なんだ、メイかな。当たり前だよ。評価ね。こんな感じだよ。お前かよ。うん、いいよ。情報聞いていないっていう、ね、了解。あったあった。こんな感じだよ。俺好みのサラサラロング。うるせえ。そのいいっていいって。髪が明らかにオールバックなのはいい。何かあったら。だね。多分そのおでこの、おでこからなんかウィーンってこうなんかあれが出てきて、お盆みたいなのが出てきて、そこにお茶が乗っかってるとか、そういうロボットの可能性もあるけど。今日は文化祭ぐらいまでかな。あ、まあでもちょうどいいところだね。11月残りが11、12、12。あ、ちょうどいいぐらいだ。なんだ？はにゃー。やっぱりみゆきのせいでみんなに迷惑かけたよ。え、そう。そんなことないよ。きっとどこか忘れてた部分があったんだよ。そうかな。でもやっぱりみゆき、今から作り直すよ。え、もう他のみんな帰ったの？なんで帰ったんだよ他のやつら。おかしいだろ。ぶっ壊して帰るんかい。だからみゆき一人でもやる。すごいシチュエーションだな。俺も手伝うよ。みゆき二人でやろう、すぐだよ。ありがとう。まかい。けどさすがにもう眠い。あれ、なんだか気持ちいい。なんか学校でやった怖い話の。あー、こんなのありましたね。いいですね。これはひざ枕。うーん、はにゃー、ごめん。みゆきったらすっかり寝こけちゃったんだ。うらやま、おのれ。今日は文化祭だ。さて、クラスに急ごう。ゲーフだ。顔が、あれだな、顔が多分一番可愛いな。今までの中で多分。正面、難しいよな。まあ、正面、ど正面じゃないんだけど、なんかど正面からちょっとずらしたぐらいのなんか表情角度が。まあ、俺の完全に今個人的な話をしてるけど。
本当だね。難しくてさ。実はみゆきすっごく心配してたんだ。誰も来なかったらどうしようってさ。でも心配無用だったね。うん、それもこれもみんなが一生懸命やってくれたからだよ。みゆき本当に嬉しいな。ありがとね。あ、いい笑顔だ。いい笑顔ですね。素晴らしい。これだけで今までつまんない授業を受けてきたから今年だけは文化祭楽しめてよかったね。楽しかったごめんね、過去2年の文化祭。こうして高校生活最後の文化祭は終了した。終わり。へて。で、みなずきさんですね。もしもし、みなずきさんはどこでしょうか。元気そうね。お、今日はどうしたの。割と好感度が高い。なんで。風邪ひかない。あ、そうですか、すいません。いや、残念ですね。残念。いや、残念。あ、やべ、体調やっぺーことになってる、これ。ちょっと、落ちるに行きたい。落ちるしたい。小道具さんと落ちるしたい。あ、天気、いいね。明治行こうぜ。落ちるでじゃあ終わりっていうことで今回のパートは。いやー、次いよいよラストだね。間違いなくラストだね。エンディング大丈夫かな。大丈夫かなっていうのは俺がエンディングを見て泣く可能性があるっていう。どんなエンディングだったかな、あんま覚えてないんだけどな。元気みたいだね。これからすぐに帰る。爆上がりじゃないですか。もちろんオッケー。何があったの。なんか変な薬嗅がしたんじゃねえか俺。あーでもチールもいいけど観覧車やってみるか。ちょっとイベントが起こればいいんだけどね。ハウスオブザデッドもやりたい。で、何から。じゃあ観覧車行ってみようか。じゃあ観覧車。うん、いいよ。観覧車か。あーなんかダメっぽいな。いつも通りっぽい気がする。感謝で言うなんて初めて聞いて。じゃああっちのベンチで少し休もう。気のせいだよ気のせい。他で遊ぼう。なわけねえだろ。じゃあ休んだろ。うん、割といい賞与えたみたいですよ。もうこれしかないよね、選択肢的に。楽しかったみゆき、また遊ぼうね。よし、じゃあ本日はこんな感じで。いやー、ついに、いやー、パート6だから、まあ6時間以上やってるね。ついに次でラストパート、エンディングということになります。まあ何かをしくじっていてダメダメっていう可能性がないわけではないけど、まあまあ大丈夫でしょう、おそらく。無理休んでね。よし、じゃあ本日は以上。覚えてますか。ラストパートもお楽しみください。あの頃のこと。始まってしまった。あの頃の思い。